こんにちは、ボンです。今回の動画は旦那ちと2人で京都旅行に行った時の動画です。なんで京都に行ったかというと、いとこが京都で結婚式を挙げたからです。ウェルカムボードの似顔絵も描かせていただきました。喜んでもらえてほんまにね、嬉しかったです。ポポちゃんはピンクのドレスでお姫様気分を味わっていました。いとこもね、すっごく幸せそうだったので、私も幸せな気分になりました。いつかね、ポポちゃんがお嫁さんになって、こうやって結婚式を挙げるときは夫婦揃って今までのボンチューブを見返してしくしくと泣きたいと思います。最高の結婚式に呼んでくれてありがとう。バイバーイ。ここで大きいアパーマ。ポポちゃんはじいじばあば、そして妹夫婦と一緒に京都旅行に行きました。ちょっとはね、あれ、ママ行かないのって寂しがってほしいです。ここで今から当時行きます。今から当時な、カモがめっちゃご飯食べよう。おじいプリーってやってめっちゃ可愛いな。真似してや。おみくじが入ってました。藍染さんから情熱。ここめっちゃ綺麗になってるやん。うん、ほんとね。あ、これか。京都タワー2階ではいろんな体験ができます。この日は日曜でしたが、当日予約できたので急に思い立っても大丈夫ですね。今日作っていただくお菓子がこちらのモニターに出ているお菓子になります。もう2時間作りますので、トレーの中に入っている大きなオレンジと、その横の小さな黄色と、こしあんの3つを机の上に置いてください。で、大体のところでいいです。ちょっとだけ押さえてちょっと大変にします。一回ギュッとするだけで大丈夫です。はい、で次はこしあんを机の上に置いてくださいも、少し手の方を左半分あたりを重点的に押します。いいんじゃないの。四角の模様なくなっとや。黄色がなんか分離しとうで。違う、デザインデザインなこれ F 分の1。揺らぎ揺らぎよ、ほら揺らぎ。ええよ、言うとめっちゃ綺麗よ。押し当ててよっとかで、なるべくね、完成完成。覚えてる方はもうどんどん進んで作って。人でやな。太りすぎてない。太っとる人が好きなんやろ。京都ではいろんなところで京菓子作りが体験できますが、なかなか当日予約できるとこは少ないです。なので当日予約できるこちらの店舗はすごくおすすめです。場所も分かりやすくて駅近なんで最高です。で、完成。ギューッと押し当てて横に抜くとつぶあんにくっつきます。よっ、あ、いいね。どっちがうまいですか。言っていいですか。言っていいですよ。やったね。ひやひや。立て方ご存知ですか。イエーイ。か。おいしい。柔らかい。
おいしい。老舗の京菓子を5つとお抹茶もいただけてさらに楽しい。これで2500円はかなり最高です。四季によって違う京菓子が作れるのでまたポポちゃんと体験しに行きたいです。かわいい。京都タワーに来たらもう一日折れるやん。茶屋に向かってこのボートで行こうと思います。行きますね。出発進行。茶屋まであともう少し。茶屋まであとどれぐらい。こちらのボートは茶屋専用ですので渡るのみの使用になります。なので無料なんです。ちょっとボートに乗ってみたい方にはおすすめです。もちろん茶屋で飲食する前提です。うまいうまい。早くゾンビが来るぞ。ゾンビが早く。今ニックが死んでもたから。ニックが死んでしまって今。早く。あーすいません、すいません、ぶつかっちゃいました。すいません。手の上でなんか撃っとるんや。すごいな。あともうちょっと。ありがとうございました。味噌栄光するね。へぇ、の天ぷらと湯豆腐お願いします。はい、タレいいよね。あそこに泳いどる川魚が今こうなりました。産地直送。どう、あふれたて、あく美味しい。全然臭くないし、カニや、食べてやろうかな。牛がカニ取ってます。昼なんですよね、うちらを。ほんわかテレビ重視やから、これにしよう。買いまーす。これにしよう。ちょっとお腹減ってないかな。うーん、とろとろ。
すいません、重量制限ありますか？姫大丈夫です。殿、これ11ですか？12です。え、出た。レッツゴー。この時間は素晴らしい。初めての人力車どうですか？ちょっと申し訳ない気分になる。お兄さんめっちゃ重たいでしょ。2人ちゃんと持ってますか？ありがとうございます。でお写真撮ってもいいですか？あー、いい感じです。行きまーす。お兄さんが今加工してくれると思う。あ、すごい。わ、大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。どう？うわ、見てほら。え、うわ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃない？綺麗。そうなんですね。最近まで。ドライバーありますかね。どうですか？やっぱりちょっと罪悪感が自分の体重をお兄さんが引っ張ってると思うと。娘様がいくつなんですか？まだ2歳なんでね、ちょっとまだ危ないね。飛び降りるかもしれない。小学生未満であれば、はい、秋シール、あ、秋にもらえるんですか？そうなんです。冬の、そう、季節の全部集めたらこの T シャツもらえます。え、本当ですか？それ本当です、そうです、本当です、そうです。はい、ご利用いただきました。はい、これで完璧です。今日から3年使える人力車割引券です。3年使える。やったー。じゃあ人力車といえば恵比寿屋さんです。どうも、ごゆっくり。ありがとうございました。京都旅行めっちゃ楽しかったです。今日はポポちゃんがいないので旦那ちと2人でデートしてきました。大人だけでしか行けない場所もあるのですごく新鮮な気分で楽しめました。特にね、人力車はめちゃめちゃ良かったのでまたね乗りたいと思います。次はね、ポポちゃんも一緒に人力車に乗りたいなと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。面白くなかったなと思っても応援の意味を込めてグッドボタンお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。新福祭館に来た。トトがラーメン好きやから。カカはラーメン好きじゃないけど、ラーメン食べてそうやけどラーメン食べない。めっちゃもやし入っとった。